当社は業界特化型の人材紹介、あと採用コンサルティング事業を展開しています。専門知識を有するプロフェッショナルとして、人間味あふれるマッチングサービスをビジョンに、お客様と向き合いながら転職のご支援、採用のコンサルティングを行っております。顧客の喜びが自分たちの喜びとやりがいですので、お客様を採用につなげるためにどう支援をするかというのを繰り返しメンバーで話し合いながら進めていきますので、ヒューマンタッチの特徴としては社内でのコミュニケーションが多いという点でございます。まずヒューマンタッチとは就活イベントで出会ったんですけれども、そこでまず人の良さというのを感じて、まず選考を受けました。選考を受けていく中で、さまざま先輩社員とお話しさせていただいたり、あと代表の顧問と話をさせていただいてて、そこですごく社風の良さというのを感じました。で最終的な決め手となったのは、顧問と代表の非常に社員を大事にするその人柄に惹かれまして、それが決め手となりました。私は企業側の営業担当として活動しています。そこでは電話営業ですとか、あと企業への実際訪問を行いまして、そこでどんな人が欲しいですとか、そういったニーズっていうのをヒアリングを行っております。そのヒアリングした内容を求人票に作成をして文字に起こしております。一番嬉しかったのは初契約が決まった時になります。初契約までちょっと時間がかかってはしまったんですけど、企業も求職者もどちらからもありがとうっていうふうに言ってもらいまして、その時にすごく大きな達成感を感じました。また社員の皆さんからもおめでとうっていうふうに声をかけてもらいまして、ここまで頑張ってきてよかったなというふうに思いました。同期が続々と契約を上げていく中で、自分が契約を上げられない焦りというのがありまして、その時期は本当に苦しかったです。ただ一緒のチームにいるその先輩ですとか、あと上長が常に励ましてくださって、絶対できる、大丈夫っていうふうに強い言葉をかけてくださいまして、支えてくださる方々のためにも頑張りたいっていうのが自分のモチベーションになっていまして、それで頑張って乗り越えることができました。松本マネージャーはどんな些細なことでも非常に評価してくださいます。例えば私が大手の企業を開拓できた時とか、開拓できてすごいねですとか、あとは交渉、企業へうまく交渉できた時とか、やるじゃんっていうふうに言ってくださったりして、それがすごく自分の自信になっています。本当に何でも相談できる非常に心強い存在にして、私の中で最高の上司だと思ってます。近藤さんは一番近くにいて、私の教育係として常にいろいろなことを教えてくださっている先輩です。どんなに忙しくても必ず手を止めて、どうした、大丈夫だよっていうふうに言ってくださってて、本当に何でも相談できる心強い存在で、近藤さんは私の中で本当のお姉ちゃんのような存在です。1年目の時に私自身がマネージャーから教えていただいた仕事のノウハウを伝えたりですとか、あとは業務ですとかビジネスマナーだけではなくて、やっぱり一番近い先輩として私だからこそできるサポートというのもあると思うので、そこができるようにいつも心がけています。鈴木さんはいつもチャレンジ精神がすごく旺盛で、新しいことに対して本当に自ら飛び込んでいくような性格の子だなというふうに思います。いい意味で新卒らしさがあって、チーム全体でもいつもいい刺激をもらっています。今後はコンサルタントとして、求職者と企業が両面に質の高いサービスを提供できるようになっていきたいと思っています。でその中で誰からも信頼されて、鈴木さんなら大丈夫と思ってもらえるような人材紹介のプロフェッショナルになっていきたいと思っています。業務はチームで同じ目標に向かって取り組んでいるので、協調性を持っている子っていうのは来てほしいなというふうに思います。あと業界知識ですとか営業スキルなどっていうのは入社してからも身につけることができるので、吸収しようという素直さ、あと元気さがある方っていうのは大歓迎です。明るくて精一杯やってくれる、そういった方とぜひ一緒に働きたいなというふうに思っております。